ドナルド・ペティは、アメリカ合衆国の科学技術者、アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士である。国際宇宙ステーションで6ヶ月過ごし、隕石探査のために南極大陸で6週間過ごした経験を持つ。ペティは、オレゴン州シルバートンで育ち、イーグルスカウトに所属していた。1978年にオレゴン州立大学で科学工学の学士号を取得し、 1983年にアリゾナ大学で博士号を取得した。1996年までロスアラモス国立研究所で科学者として働き、その後宇宙飛行士の候補に選ばれた。既婚で二人の息子がいる。宇宙飛行士としてのペティの最初のミッションは2002年から2003年にかけて第6次長期滞在でミッションスペシャリストとして 国際宇宙ステーションに滞在することだった。6ヶ月の滞在の間、彼は外部実験装置の取り付けを補助するため、2回の宇宙遊泳を行った。空いた時間には、サタデーモーニングサイエンスと呼んでいた一連の講義で無重力空間で液体はどのように振る舞うか等の実験をデモンストレーションした。ペティは、ST、s t s でもミッションスペシャリストを務め、 ISS に実験機材と供給物資を運んだ。彼は15日20時間29分37秒間をエンデバーで過ごした。ペティはまた微小重力中で固体微粒子を凝集させる実験も行った。この実験によって1マイクロメートルから6ミリメートルの流形の様々な素材の微粒子は4リットルの体積中に 数グラムを封入すると自然に凝集することが明らかになった。この結果は静電気の働きによるものと説明されている。惑星の形成の初期の段階においても粒子の大きさがこの程度で十分な重力ができていなかった時にはこのような気候が働いていたと考えられている。平グ式課題を操作するペティ2002年から2003年の第6次長期滞在でペティは ステーションのスペアの部品を使って地球の表面に対する ISS の動きを補正し、軌道上から夜の街の明かりをより高精度で撮影するためのーゲ式課題を作った。2008年11月、ペティは無重力、コーヒーカップを発明した。これは表面張力を利用してコーヒーをひだに沿って運び、ストローなしで飲めるというものである。無重力、 コーヒーカップは2009年5月のナショナルジオグラフィックで特集された。2006年11月から2007年1月まで、ペティはアントクティックサーチフォーメテオライツに同行し、夏の6ヶ月を南極で過ごして、月からのものを含む隕石のサンプルを採集した。探検隊では、彼はスノーモービルの修理と緊急の歯科手術を担当した。気候が荒れて、 テントから出られない日には、氷河氷の結晶の写真や自生流星人を用いて、サタデーモーニングサイエンスシリーズ、オンアイスを続けた。またペティは、バターをマウスピースにして、氷で作ったディジュリールの演奏を楽しんでいた。ありがとうございます。